あ、どうも、ライフバンクチャンネルでございます。今回の動画はですね、多分ちょっとライフバンクチャンネル史上最も地味な動画になっていると思います。はい、もうですね、先に言っておこうと思いますけど、これ以上絵代わりはいたしません。はい、ごめんなさい、本当に。なのでですね、ナレーションでつなぐしかないんですよ。もうこの動画をですね、最後まで見てもらえるかどうかはですね、もう全て僕のナレーションにかかっていると言っても過言じゃないですね。はい、責任重大なんですよ。はい、ということで、今これは何をしているのかというと、会議ですね。週に一度こうやって内勤者で集まってですね、いろいろ報告し合ったりしてですね、業績はどうだとか、改善点はないだろうかとかですね、仕事をしていくための作戦会議をしているわけですね。とはいっても、まあ、まだ僕はですね、ほとんど話についていけないんですけど、まあ、だからとりあえずいるだけっていう感じです。で、まあ、でもこうやってですね、話を聞いていると、まあ、なんか会社をやっていくっていうのは、まあ、結構大変なことなんだなとかいうふうには思っちゃいますよ。本当にこれは大変ですよ。本当にもう本当詳しいことちょっと分かんないですけど、まあ、ちゃんと儲けるにはちゃんといろいろ計算しないといけないなみたいな、そんなような話でしたね。はい、もう精一杯です僕は今の説明で。はい、ごめんなさい。だってですね、もう難しいんですよ。本当に話がね、難しすぎてね、分かんないんですよ。本当これみんなもうすごいですね、涼しい顔してふんふんって聞いてますけど、これみんな本当分かってんですかね。本当ね、すごいですわ。大人ですね、皆さん。だってですね、社長の藤瀬君とはですね、僕昔から友達なんですけど、今でもね、ふざけた話とかしかしないですもん。だって今日なんてもうさっきなんか臭い屁が出て嫁にぶち切られたみたいなね、話してましたしね。で、その後にこの真面目な会議ですからね、そのもう本当に感情がですね、追いつかないですよ、本当に。まあでもですね、こんな風にですね、会議しているとこをですね、見るとですね、なんかこう古瀬君も社長社長してるなと思いますよ。そんな見るとなんかちょっとかっこいいなとかも、まあまあね、思ってしまいますよ。だって普段がこれですからね。これもうすごいですね、この背中気持ち悪い、ね、だからもうギャップがすごいですよ、本当に普段と仕事との。はい、とは言ってもまあ基本的には仕事中もねふざけてますけど、まあでも締めるとこは締めるみたいなね。はい、なんかそんな感じでですね、メリハリがあっていいとは思いますよ。はい、でまあ閉まってない時はなんか大体屁の話かモテたいって話ばっかりですけど、まあということで短いですけど、ちょっと今回の動画はここまでです。はい、こういう会議もやってますよっていうのをちょっと見てもらいたかったんで、まあこんなもんでいいですかね。たまにはね、なんかこういう真面目なとこを見せとかないと、ふざけてるだけと思われたらね大変ですので、はい、ちゃんとしてますよっていう、そういう動画でした。はい、ではどうもご視聴ありがとうございました。どうも、はーい。